日本号日本号は第二次世界大戦前期における日本の民間航空機。1939年に日本で初めて4大陸と2対応を連続就航した。機体記号は J バッジ。1939年8月26日午前10時27分に東京市鎌田区の羽田飛行場を離陸し、太平洋北米大陸南米大陸。 大西洋アフリカ大陸ユーラシア大陸のルートで巡り55日後の10月20日に帰国した。総飛行距離5 2 8 8 6トル羽田から千歳まで約3時間、千歳から北、太平洋を渡り、アラスカまでの4 3 4 0トルを15時間48分で飛行した。世界一周は毎日新聞社が企画したもので、 使用されたのは大日本帝国海軍の山本56、中条の了承で払い下げられた96式、陸上攻撃機二21型第328号機を長距離連絡運輸用に改造したもので、銃座を取り外し、座席を取り付け、胴体に窓を開けて、当時最新の自動操縦機能を装備した三菱式総発輸送機と呼ばれる機体の一機だった。外翼内に、 容量1400リットルの燃料タンクが増設されており、長距離に耐えるように燃料52000リットルを積み、24時間飛行が可能だった。三菱重工業製で全長16メートル、翼長25メートル、巡航速度毎時時速280キロメートル、最大速度時速400キロメートルと推定される。上院は中尾淳理機長、下川一機関士、 佐藤信貞通信士、吉田茂雄操縦士、佐伯博史技術士、八桃川調査機関士に毎日新聞社の大原、竹尾航空部長を新善施設として加えた、総勢7名であった。また、毎日新聞社は、本機の飛行に際して、総工科の歌詞を一般から募集しており、入選した歌詞を元にした楽曲は、1939年8月6日に、 世界一周大飛行の歌として発表された。国際親善を目的とした日本号がアメリカ国内を飛行中、皮肉にもドイツがポーランドに進行し、第二次世界大戦が勃発したが、各飛行地では日本移民等により熱烈な歓迎を受けた。飛行後は行政と解明し、毎日新聞が中国大陸との連絡に使ったが、 終戦の1945年8月に行った大阪から所沢のフライトを最後に新中軍によって接収、破棄された。地名及び国名は現在の名称。ありがとうございます。